さあ、だいたいこの辺が熊本の繁華街、駅からは結構離れてますよね。だから城がね、近いっていう、まあ城下町って感じですかね、今のね。駅からは相当遠いです。結構歩いてても3、40分くらいかかりますが、下通りアーケードと、なんで上通りアーケードっていうのかな、その通りが、一番にぎわっているということらしいですね。愛知県でいう名古屋、東京でいう歌舞伎的な、北海道でいうすすきの、そういった街並み、熊本でいうここ下通りアーケード通り、この辺が一番の繁華街です。こんなに広いんだ。マジでお店もいっぱいあるし、すごいすごい楽しそう。ほら若者も多いわ。ということで、こちらが熊本名物、熊本ラーメンでございます。そして横のは馬肉丼です。あの馬肉とかもね、すごい有名なのが熊本なんで、ちょっとセットで頼んでみましたけれども、これで1100円です。とてもお得で、この熊本ラーメンなんですが、食べてみたんですけれども、めっちゃこってり、すんごい。そしてね、なんだろう、臭みもなかなかすごい豚骨っていうのかな、博多の豚骨とか、食べたことあるんですけれども、それよりも臭みが強くて結構こってりだったかなと思いました。でも非常に美味しかったです。そしてここですね、有名な場所なんですけれども、路面電車と熊本城がセットで見えるとして非常に有名なフォトスポットでございます。これすごい映えるよね。すごいこの景色はね、熊本って感じがします。いろんなね、その熊本のポスターとか、なんか熊本といったらって言って、この景色をね、よく撮られている方が多いのかなと思います。非常に有名なスポットです。路面電車もレトロで素晴らしいですし、熊本城もまた歴史のある素晴らしい建物ですので、このセットがね、一番、熊本っていう景色が、してとても素晴らしかったです。そして、そこを渡ってきまして、奥に見えるのが先ほど言いました下通りアーケード通りでございます。ここまでが下通りでございまして、この、踏切じゃないや、この信号を、ね、渡った先、こちらですね、こちらの商店街、この通り道が上通りアーケード沿いとなっております。ここでね、あの分岐点なんですよ、分かれる場所。さっきの路面電車のところからすぐ近いところ、もうちょうどあそこの路面電車のところが、間だったんですけれども、ここから先が上通りアーケード沿いになっております。分かりやすくね、ここに地図がありまして、このさっきの下のところがこの下通りアーケードと書いてあります。ここをさっき歩いてました。で、ここさっきの、フォトスポットのところから渡ったこの上が上通りアーケード、今見えている場所がそこになります。そしてバス停で待っていたら、日の国号スーパーノンストップ福岡と書いてあるバスが来ました。福岡博多まで行くのに熊本からは新幹線という手がありますけれども、この繁華街からはちょっと駅まで遠いですよね。そうなるとこの繁華街までやってくるこの日の国号が結構使われるんですよ。でね、競合しているんですね、新幹線とバスで。日の国号も結構お得な料金で博多まで行くことができるらしいです。ということで、やってまいりました、熊本空港行きのバスでございます。こちらに乗ってですね、熊本空港に向かいたいと思います。時刻は19時になるところ、阿蘇熊本空港に到着、約1時間ほどかかりますね。こっちが国際ターミナル、向こうが国内線ターミナルになるかなと思います。すぐ入って店とレストランがある。阿蘇熊本空港は結構小さな空港でして、このように入ったらすぐ、土産物や、飲食店がございます。ここでは熊本名物の熊本ラーメンや、
馬肉、馬刺しなどをね食べられるお店も結構並んでおりました。ということでね、早速飛行機に乗って成田空港に帰っていくんですけれども、この空港本当に狭くて小さいなって思ったんですけれども、ここにですね、アナとかジャルとかすべて何でも揃ってたんですよ。ここチェックインカウンターのところなんですけれども、この一列にバーッと全部揃ってるんですね。ここしかないんですよ。で、左側もうここはね、手荷物検査の入り口でございます。もうこれ全部アナとでもジャルでもジェットスターでも何でもかんでもそこに、行くことになっております。そして今回乗るのが再びジェットスターでございます。帰りもジェットスター、熊本空港から成田空港まで帰ります。手荷物検査を済ませたらもう入り口にこのようにパーッと土産物が揃っておりまして、その土産物のコーナーを過ぎたらもう搭乗口、この、待機ロビーになっております。非常に広いんですけれども、たったこれだけしかないんですね。アナでもジャルでもジェットスターでも何でもそこから飛び立ちます。そして奥の方に行けば京急とモノレールの割引切符がありました。まあ空港あるあるですよね。しかしですね、京成スカイライナーの、券売機だけなかったですよ。まあ事前に調べていてなかったのが分かっていたんですけれども、これ羽田空港じゃないとね、乗れないので、成田空港だと、京成スカイライナーしか乗れません。なので事前に西鉄福岡天神にいたので、そこでね、変えたんですよ。京成スカイライナーのやつが西鉄天神駅で。なのでそこで、スカイライナーの割引切符を事前に買って、おりました。ということでね、早速搭乗していきますが、飛行機まではこの、連絡バスで向かいます。まもなく規則へ到着いたします。確認作業終了後中央扉にご案内いたします。中央扉開くまでしばらくお待ちください。熊本空港からジェットスターの便はですね、1日2便、朝の10時と、今乗る20時20分の便、僕はねかなり遅くまで遊んでいたので、この最後の20時20分の便に乗るんですけど、満席、もうみんなそれに乗り込むって感じでした。てか20時20分まで遊んでいけるってすごいですね。それで関東まで帰ってこれちゃうんですから、やっぱ飛行機って素晴らしい移動手段だなと思いました。ということで、一泊二日の九州の旅、長崎、福岡、熊本の旅もこれにて終了となります。本当にね、非常に楽しいね、九州の旅となりました。皆様、当機はただいま成田国際空港に着陸いたしました。帝国よりおよそ10分ほど早い到着となります。定時運行へのご協力誠にありがとうございました。皆様の安全のため、飛行機が完全に停止し、機長がシートベルト着用サインを消すまでシートベルトをお締めのままお待ちください。これより携帯電話も含む全ての電子機器がご使用いただけますが、通話はご遠慮ください。頭上のロッカーをお開けになる際、中の荷物が思いがけず滑り出ることがございます。十分にお気をつけください。本日登機をお降りの際、階段をご利用いただき、バスでターミナルビルへご案内いたします。機内での感染症対策へのご理解ご協力改めて御礼申し上げます。マスクは成田空港到着ロビーをお出になるまで引き続きご着用ください。お降りの際にはお客様同士可能な限り間隔を空けていただきますようご協力をお願いいたします。重ねまして、本日もジェットスターと日本航空の共同運航便をご利用いただきまして誠にありがとうございました。また機内にて皆様にお目にかかれますよう心よりお待ち申し上げます。空港から先も最終目的地まで皆様どうぞご安全にご移動ください。ということで、成田空港に戻ってまいりまして、空港第2ビルから発券しました。こちら乗車券とスカイライナー券がセットになったクーポン券でございます。これが、西鉄天神福岡で買いました、バリューチケット、2520円のところが270円オフの2250円ということで、少し安く買うことができました。こういうバリューチケットなどは空港の、ところにもねありますけれども、今回熊本空港みたいにない場合はですね、まあ途中僕が福岡に寄ることができたんで、福岡はその西鉄福岡の天神駅で買うこともできるということになっておりました。普通はね、空港のさっきの券売機のようなものが、置いてありますので、そこで買うことができます。ある場所とない場所がございますので、そこは注意してください。こういうものを買ったらですね、そのまま乗れるのかって言ったらそういうことではありません。今回の場合、西鉄福岡天神駅でチケットカウンターにて購入しました。そのチケットを持ってですね、成田空港に到着後、スカイライナー券販売カウンター、もしくは、成田空港ターミナル内の京成電鉄の乗車券販売カウンターまで、持って行って、ここで引き換え、
先ほどの切符になりますので、それを持って、このスカイライナーに乗車することになります。ということでやってまいりました、京成スカイライナーでございます。これがね本当に速くて、日暮里まで36分、京成上野まで41分ととんでもない速さで、島内まで連れてってくれます。京成スカイライナーの魅力的なところといったら、この160キロ運転でございます。在来線特急の中で日本で一番速い速度を出すのがこの京成スカイライナーでございます。新幹線の次に速い速度を出すのが、このスカイライナー。160キロ運転めちゃめちゃ速いですよ。昔ね、北越急行で新潟で走っていた特急白鷹号が160キロ運転をしていましたけれども、それが引退しましてですね、今唯一160キロの運転で走るのはこの京成スカイライナーのみで、日本で一番速い、在来線特急となっております。いや見てください、これ新幹線かよと思うぐらいの素晴らしい速度、素晴らしい速さでございます。これはね乗ってて気持ちがいいですよ。結構ね揺れるんですけどね、いや非常に気持ちがいい。これでね36分で日暮里まで行けるんですから、素晴らしいことです。160キロ運転をする区間っていうのは決められていまして、それ以外ですとね120、30キロぐらいしか出さないんですよ。なので一気に減速しました。160キロから30キロから40キロぐらい一気に減速するので、すごい変な感覚になるんですよね。そう、そんなにね全部の区間ね160キロですっ飛ばすってことがないので、それが全部160キロですっ飛ばすことができるんだったら、所要時間もとんでもなく短くなるんですよね。日暮里まで30分とか、いやそれよりも早く到着する可能性もあるかもしれません。京成スカイライナーのメリットデメリットと言いましては、この京成スカイライナーだったら、本当に早く、日暮里上野方面に向かうことができます。ただしちょっとお値段も張ります。で、東京駅の方面には行かないので乗り換えが必要になってくるんですね。で、東京駅まで行くとしたら何がいいのかっていうと、 JR の成田エクスプレスですが、それの方がもっと高いんですよね。それに所要時間も結構かかっちゃうんですよ。だったらね、上野まで行って乗り換えた方が多分早く到着します。で、もう一つね、安くて快適なのが、エアポート東京成田バスというものがございまして、それに乗りますと、東京駅まで一直線近づけて東京駅まで連れてってくれるので非常に便利です。料金も1300円と非常に安いです。なので東京駅まで行きたい方はですね、京成スカイライナーだとちょっと高い、成田エクスプレスだともっと高い。そうなると、エアポート東京成田バス1時間で1300円で東京駅まで連れてってくれるので、そちらの方がおすすめできるかなと思います。
京成スカイラインの利用が予定されています。ということで、空港第2ビルから36分、日暮里駅に到着いたしました。いや、非常に早くて快適でした。僕は埼玉県に帰るだけなので、この日暮里駅で降りて京浜東北線で乗っていくだけなので、スカイライナーの方が便利なんですよね。ということで、今回は、熊本空港からジェットスターに乗りまして、京成スカイライナーで帰ってきたという動画でした。非常に楽しい九州の旅、最後までご視聴いただきありがとうございました。